さて、はい、では食べていきます。いただきます。いただきます。はい、いいよ。トマトはいるやろ。でも中暑いからまだ食べない。いただきます。ニンニク俺欲しい。ニンニクやった。いいよ、ニンニク嫌い。うん、食べよ。今ニンニクして辛い。臭い。臭いよ、なんか味が。あ、そう。ほんであれは気をつけて。うん、いただきます。うん、気をつけて。うまっ。ここにないで、だからあるから。みんなから気をつけて。これ兄と思ってた。どうするパパ。ん、学校に行く意味とは何か。はい、父さん、はい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 、お父さんずっと思っとって。はい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 、頭良くなった。ああ、頭良くなったな。まあ簡単に言えば将来だ。うん、これはなんで学校に行ってるんやろうって考えながら生活したかった。子供の時、将来これになりたいとか、あれになりたいとか、こんな風になりたいっていうのをもっともっと想像して行きたかった。今、大人になって思うことが。後悔とか。みんな後悔すんねん。なんでか、でも子供ってその時一番楽しいからよ。うん、ただ、何もせんと遊んでばっかしておると、他の頑張ってる子たちも大人はすぐ抜かれてくる。だから、もったいないっていう。そう、子供の時に戻りたい。なんで？いろんなことを勉強して。お前、犬か。犬は端使わへんで。犬は端使わへんちゃうねん。犬みたいな気がすんな。だとサーモンで。そうそう。ちょ、足りひんのちゃん。最近食べる量が分からなくなってきて、食べるかアホみたいな食べるし。食べんの全部入れて。いや、うん。リムトリ。リムあげる。いや、飲んでよ。リムいらんのでしょ。先輩は。なんかさ、朝しんどない。朝はな、多分みんな死んでる。お父さん朝起きれんかったわ。でも今日はスナックのパンがあってくれてるから、朝起きんでいい。朝起きんでいい。うん、やったー。明日多分警報出るかもしれない。そうだね。出るかもしれない。可能性ある。だって 100% なんかほぼないもん。警報出るやろ。 100% ってめっちゃ降るってことやから、お父さん見てる。量も見てる。え、100% ってさ、一番降るってことやろ。だから 1% から 100%。 いや、じゃあそうじゃない。 100% は雨が降る確率。だから 100% って言ったら、まあ絶対降りますよってこと。絶対降るってことは、まあまあ強い雨やんかって話。警報で来る。めっちゃ風強かったよ。朝な、俺すごいよね。ボーンってブーってなってな、こうなってな、次風のせいでな、ボーンって直った。風ボーン吹いて、逆から風吹いてボーン直った。そう、たまにある。あかん、ただ足りんかったな。お腹空いてんじゃん、まだ。おばあちゃんからもらったたこ焼きを食べよう。温めた。いやー、足りんよ。もう温めそう。え、温かくないです。そのままで1分ぐらいでは。オッケー。今はだこばってさ、だから話さ、使いよう。警報ババってさ、ニキビできとった。ニキビ続けようか。だしでもできるやんな。でも俺触らんかった。だって触っとうと同じがどんどんボッコボコなってって、俺絶対触らんとこと思った。友達がぶわっ潰しまくっとんねん。やばいって。ピーって潰しまくっとって。チームちゃん。チームも白いのが出てきて、お父さんこれ潰しよって。でもその友達がアホみたいに潰すねん。潰しまくって治ったわー言いながら腫れやがって次の日に。で、お前治る治るってぶっ潰すやってんねん。ニキビが絶対触ったな。お父さんもぶっつぶつやって、高校生。そんな恥ずかしくなかった。めっちゃ恥ずかしかったよ。え、けどさ、今日今ぶつぶつできてるから、もうできる。え、できるできる、まだ中学校とか小学生になったらまだできるもんね。それが好きな子できたりとか、彼氏ができたってなった時に外に出たくなくなる。もうぶつぶつやから、だから18、9までできると。それを乗り越えたら引きこもるで。いや、引きこもるともええと思う。いいよな、もういいと思う。いいよな、ほんま。幼い時はパパ許してな。俺めっちゃ嫌やったもん。ブツブツで女の子の前に行くの嫌。肌汚ね。言われるよな。まあ言うてもみんなブツブツやったよ。そう周りもみんなブツブツやったけど、嫌やったら。英語出てはパパで。でも顔がブツブツになったりして。おいよ。今はまだマ
足やパパ。ちょっと待ってよ、今ブツブツの話しようか。いや、これは何やねん、ブツブツの。これはクソ大事やから、リュウリもそうやけど、リュウリもできんねん、キドキや。じゃあリュウリは触るわ、お前絶対クリアでつぶしたしそう、ひしそう、友達見て見てつぶせんで、ね。ブツブツ、ブツブツなって、どうしようってなって、まあでも家庭的に多分肌綺麗な方やから、ここまでひどくはならんと思う。もうリオさ、これさ、治るやんな、いいんですか、絶対ブツブツ見せて。例えば俺36、ニキビやめて、ニキビさ、リオの髪だって触らなくて、ほらよ、髪だけ。そういうことある22、23以降からないよ、ブツブツなんか。ならへん、大体になってくる。おらへんけど、そう、子供の時にめっちゃ潰しとったら、そうやな。肌が。触る、ないよ、でも触るよ、子供の時は。いや、触らへん。だって、綺麗に早くなりたいもん、女の子だから。そう。男子ってさ、マジでさ、ガキやからさ。ガキ言うな。お前ら全員ガキや。ふざけが入ってくるやん。お前もふざけとうで。ゆうゆう、大変ふざけたら、言うな、料理を。ちょっかいかけてくれやんの、朝ゆーって書いてねえねえ、やめてよー言うて、もうお前、こいつが調子よったらさ、お前ガキやなって急に言われるの。お前、おい、ゆーゆー、お前かわいそうなやつやん。ゲームちょっとよう頑張っとんゲームまだね、かわいそうなやつやん。よう頑張ってる。